快晴の空の下、東京浅草にはたくさんの人が訪れています。今日最高気温が 10.5 度まで上がった東京、日差しに恵まれ多くの人出が。あ、見えてきました。今華やかな和服姿のミッキーたちがやってきました。年末年始休まず営業している東京ディズニーランド。大声は出せませんが、正月の装いのミッキーとミニーが登場すると大盛り上がり。衣装もバッチリの3人組は、去年ちょっと来れなかったので今年見れていい年になるわな。ね。もう最高でしたもん。こちら今日家族4人での来園がなんと15年ぶり。どうしても一緒にやりたいことがあるといいます。小さい時に4人で撮った写真をまた同じポーズで撮ろうかなと思って。こちらは15年前の木之内さん一家。お姉ちゃんは11歳、妹は6歳とまだまだ子供でしたが、あれから15年、2人とも大人に。21歳になった妹さんに今年の抱負を聞いてみると、就職活動もあるのでそこをまず頑張って、その後はいっぱい遊びたいです。こちらには今年受験生となる高校生が。合格祈願の方法は、今年の抱負は自分の進路が決まる大事な年なので、第一志望に内定できるように日々頑張っていきたいなと思ってます。バンジージャンプがあるのは東京と神奈川にまたがるよみうりランドです。去年体調を崩してしまったという26歳の女性は、全てを吹っ切り、今年の抱負は、健康でいれば楽しいことも楽しめるかなって思うので、心身ともに健康です。そして年末年始休みなく働き続けている人もいます。明けましておめでとうございます。あ、おめでとうございます。本年もよろしくお願いします。東京八王子市にある飲食店の名物大将、川瀬さん。去年は新型コロナに翻弄された1年でしたが、大将は自慢の鮮魚を使ったインパクト抜群の丼メニューを続々投入し、執念でお客さんを呼び込んできました。今日もテイクアウト限定の営業で朝4時から板場に立っています。果たして大将の今年の抱負は、去年より普段に戻すように、本当3年前に戻すように、どん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 またいろんな種類の丼とか握りを開発して頑張ります。そして去年テレビに出演した数はなんと300回超え。もはや芸能人並みの知名度を誇るあの人を今日訪ねてみると、明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いします。こちら白菜ですね。ちょっとしゃがれた味のある声でおなじみ、都内でスーパーアキダイを営む秋葉社長です。スーパーは6日までお休み。狭いところで申し訳ないですけど、今日は特別に秋葉社長の自宅にお邪魔させていただきました。この私服姿を民放で放映されるのは初めてですか。なかなか見られない秋葉社長のプライベート。年末31日まで営業し、元日は家族水入らずの時間を過ごしたそうです。今日から仕事始めの秋葉社長、今年の抱負を聞くと意外な答えが。
3月中ぐらいの目処に一応著書を出すんで、本当少しの人でもいいから見てもらって、感動してもらうと。果たして今年はどのような年になるのでしょうか。